沿線自治体の過疎化などで利用者の減少が続く芸備線をめぐり、広島岡山両県と沿線の庄原市、新見市、JR 西日本による検討会議は今日広島市内で6回目の会合を開きました。会議では去年実施された芸備線を利用する通学の呼びかけや県境鉄道サミットなどさまざまなイベントの成果が報告されました。広島岡山の県側は一部で効果があったとしながらも日常利用は不十分で行動変容につなげるには時間がかかるとし、今後も継続して利用促進に取り組んでいく考えを示しました。これに対して JR は利用状況について依然として厳しいという認識を示しています。日常のご利用というのをどう増やしていくかというのは課題だというふうに認識していると。引き続き西2県様、また地域の皆様と一体となってですね、利用促進に取り組んでいきたいというふうに考えるところでございます。